今日も内覧しています。イブから H2O へ移動中。コンドミニアム以外にも周辺環境が気になる方は、このまま車窓からの風景をご覧ください。内覧から見たい方、2分37秒からご覧いただけます。イブから H2O は徒歩25分です。途中にもたくさんコンドミニアムがありました。なんか高級住宅街みたいな印象。アルダマンサラは田舎だって誰かに聞いた。実際に見たらそんなこともないと思った。頻繁に車が走っています。横断歩道は少し先にあります。中にコンビニのニュースがあります。スーパーがあるか後で聞いてみよう。This H2O have also supermarket? Here. Just a convenience? Lotus. Okay, yeah. Lotus. Just Lotus. Yeah. H2O は ABCD の4棟あります。C はスタジオタイプで一人暮らし用。スタジオタイプで一人暮らし用と言いながら部屋が2つあったような。ブルーを基調にしたロビーでした。こんな感じです。壁一面は白で統一されてて明るく感じます。あえて明るさそのままにします。こっち側夕日めちゃくちゃ綺麗でおすすめ。スバン空港までタクシーで4分。エージェントさんが気にして撮影前に蓋を閉めた。内覧させてもらった見ながら正直に書きますね。数年誰も部屋に入ってないのか。玄関開けた瞬間匂いがした。なるべく部屋の中を映さないよう撮影してます。内覧するときはカビとかホコリもよく確認してください。部屋のオーナーさん次第で全てが変わります。私はリアルが大事だから注意喚起したいので。綺麗好きな日本人に合った部屋を見つけたいですよね。ここはちょっとした倉庫みたいです。マレーシア住まい探しで注意すること10個は、1、写真と違うことがよくある。いつも思うけどマレーシアは私さえ手が届かないところ。2、お湯がなぜか夜出ない。使えないけど、まああるだけ便利かな。3、物が壊れた時修理費は自己負担。便利だね。4、テレビ好きはテレビボックスがついているか。5、家賃に駐車場が含まれている場合、使わないなら家賃交渉できるかも。
6. 電気料金水道代の払い方。7. 工事中など騒音はないか。8. モスクが近いと朝5時6時に起こされます。 H2O は棚がいっぱいありますね。9. 新築だとあまりゴキブリ出ません。多分。9. アリが出たらアリ滅が速攻性あり。10. オーナーさんはトラブル時に即対応可能かどうか。部屋が荒れています。なんか結構人が住んでなかったみたいで埃かぶってるけど、あまりいろいろ触るのをためらう。私は次に見た H2O の部屋に惚れました。